すぐちょっと緑であれなんですけど、この先に福岡のオアシス大濠公園がございます。今ここ見えてるのは大濠公園能楽堂ですね。この中能楽堂があります。大村美容専門学校、洒落てますね。大濠っていう住所もあるんですけど、大濠公園っていう住所もあるんですね。こんにちは、マハロハウスの大塚です。今回は福岡市中央区大濠公園にやってまいりました。早速お部屋の方に行ってみましょう。建物の隣が中央警察署荒戸交番となっております。日々お疲れ様です。この荒戸交番の隣、こちらのマンションですね。建物の外観はこちら、5階建てのマンションですね。敷地内には駐車場がございます。23,650円ですね。ちょっとお高いんですけど、まあ、大濠だとやっぱこれぐらいする料金でございます。フラット大濠公園ってありますね。実はこちらですね、もともとはレオパレスさんなんですね。レオパレスさんのマンションって見たことないんじゃないですか皆さん。宅配ボックスが完備されておりまして、オートロックですね。お邪魔します。いい匂いがしますね。これですね、いい匂いです。玄関ですね。玄関のセキュリティはドアスコープと U 字ロックとシングルロックでございます。靴を揃えて目の前にシューズボックスがございます。数えてみたいと思います。1、2、3、4、5、6、7。こちらに傘とか置けそうですね。スリッパ失礼します。ああ、まさにレオパレスさんっていう感じがしますね。でもマンションって珍しくないですか。お手洗いですね、温水洗浄便座が設置されております。上部には棚がございます。そしてお手洗いの横に換気乾燥両風停止のリモコンがございます。バスルームですね、シンプルな単身用のバスルームでございます。ボールがついて、鏡がついて、浴室乾燥機がついておりますので、ボーです。追い焚き機能はありませんでした。今はレオパレスさんの管理ではないんですけども、前のですね、家具家電をそのまま、つけることができるということでございます。洗濯機ついてます。室内に洗濯機が置けるようになっておりまして、棚が2段ございます。こちらに洗剤を置いていただければと思います。キッチンですね、シンクと調理スペースが、まあ、ちょっと縦にですね、うまいこと使っていただいて、ご聖役者様へのプレゼント付き、こういうの嬉しいですよね。二口の IH コンロが設置されております。上部に収納、下部収納でございます。嬉しい、電子レンジと冷蔵庫も完備ということでございます。キッチン周りはこんな感じです。いや、いいですよね。もう本当バッグ一つで入居できる感じになってます。ていうかここ安くない？めっちゃ安い気がする。あー、ロフトベッドといいますか、ここに
マットレスを敷いてすやすやと寝るということでございます。テレビもついてます。ベッドの下にも収納スペースがございます。収納力がですね、かなりあるんですよね。だって階段も収納なんですよ。ですね、本当。いろんなところにですね、いろんなサイズの収納があって、一人暮らしにはもう本当めっちゃ良くないですか？マンション、鉄筋コンクリートですよ。クローゼットですね。クローゼットがこんなサイズ。反対側行って。クローゼットですね。この洋室の部分は 5.5 畳ぐらいでございます。で、このロフトのベッド部分も含めるとトータルで7畳程度の広さになります。備え付けのテーブルもついてますね。バルコニーですね。バルコニーの向きは南向きでございます。鳩よけネットが設置されております。やっぱりね、大濠公園がすぐ目の前なんですね。立地がいいですね。日当たりも良さそうです。設備のご説明をさせていただきます。エアーコンディショナーが1機、コンセントの数いってみます。いい色合いのデザインクロスですね。鏡、インターフォン2、コンセント2箇所でございます。ちょっと少ないんですけどね、2箇所でございます。はい、ということで今回は福岡市中央区大濠公園のマンションをご案内させていただきました。気になるお家賃は4万9000円、管理費3000円でございます。家具家電付きで、地下鉄空港線大濠公園駅まで徒歩5分、目の前が大濠公園。この物件が気になった方は概要欄の方から直接お問い合わせいただければと思います。マハロハウス公式 LINE アカウントもございます。お気軽にお友達申請していただければ嬉しいです。マハロハウスのオンラインショップもございます。素敵なグッズを販売しておりますので、よろしければそちらもチェックしていただければと思います。この動画良ければチャンネル登録と高評価ぜひお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。